今日はですね、久々にまかないシリーズ撮っていくんですけれども、今日はパスタ料理、あのダレちゃんの動画最近よく見てて、でダレちゃん動画からあのいろいろインスピレーション受けて考えたレシピっていうことは、これが世界初ってことだよね。多分ね。ただね、シンプル、サバ缶のコクうまネギ卵パスタ、まあ、ちょっとね、名前多分変わると思うけど、そんな感じのサバ缶を使います。コクうまがいいでしょ。レッツゴー。どうぞ。使う材料が卵、長ネギとサバ缶、お好きなサバ缶を使いください。唐辛子、ごま油、オリーブオイル、ニンニクとブラックペッパー、パスタ。じゃあ、2人にまずはカットマンですね、やってもらいます。で、中の芯の部分とこちらの余った方は足で、はい、はい。スタンバイバッチリですね。ヒヤヒヤバッチリすぎるやん。そしたらじゃあフライパンに、はい、ごま油を今日使います。ごま油、はい、ただごま油だけだとちょっと濃いと思うから、これお好みだけど、今日はオリーブオイルでちょっと割っちゃうんで、割っちゃう、うん、2対1ぐらい。2対1、ごま油2のオリーブオイル1、はい、じゃあどうぞ。入れます。うわー、美味しそう。ごま油、これ飲みそうなぐらい美味しそうな匂い。うわー、美味しそうですね。ニンニクを入れてもらって、で、今回はですね、弱火でまあ加熱していって、ガーリックチップを作ります。いつもさ、そのまま入れっぱなしにするじゃん、はい、今日は一度火がしっかり通ったら取り出します。中火でいいね。はい、うん、で、少しあの崩して最初に崩して沸いたら弱火で、沸いてきたら弱火に落とします。はい、弱火にして、まあ、ここでじっくり香りを出しつつガーリックチップを作っていく。美味しそう。これね、美味しいですよ。もう美味しそう。いい匂いだね。揚げてください。お湯加減いかがだったでしょうか。熱かった。こんがり焦げちゃってる。焦げてるじゃない、いい色に。あ、今でもちょうどいいね。はい、そしたら次、こちらおネギさん、ネギを入れて、もうそれはもうね、シャーッと、うん、もう入れちゃいますよ。入れちゃいましょう、タップのネギ。おお、もう中華みたいね。ほんこのままチャーハンとかつけて、おいしそう。いや、でもこれね、ご飯合うと思うよ、実際。はい、軽く、これはうまいな。ピンポンパンポン。もうこれだけだから、それにしたか。うん、じゃあ、今パスタを入れました。はい、香り立ってきたらサバ缶を入れます。ほう、サーバー。これは汁は切るんですね。そうだね、汁は。これオイル漬けだからちょっと今切ったけど、はい、うん、あの汁だったら入れちゃって。あ、入れちゃって大丈夫なんですか。うん、大丈夫。なるほど。じゃあそのまま、あ、このオイルを、これに入ってるオイルを使って作っちゃってもいい、うん、あ、いいね、いいね。そういうことです、そういうこと。うわ、これはいいね。うわ、これはいいですね。崩したりは、これはね、もう崩しちゃいます。崩しちゃうね。こっちも今日はね、これゆうさん、ゆうさんの感じに入ります。ゆうかん入れてください。ゆうかん、ゆうかんで、あ、これうまっ。さーっと軽く炒めて、おいしそう、いい匂いするね。鷹の爪も入れちゃいましょう。ほい。これは辛みを出すというよりも味を締めるっていう感じだね。じゃあ、あと15秒です。全然何も、フライパンの中何も変わってないよ。
ってあげます。こういう CM あったんですよね、前。そんなあった？あったんですよ、何の CM かあったんですけど。味だけ整ってって感じだね。